スピリチュアルな旅で人生大逆転、パースポットウォーカーの川上美沙です。パースポットといえば皆さんどういうところを思い浮かべますか？多分ね、神社好きの人も多いのかなって思います。で、パースポットに行ったらなんで人生が大逆転するのか、今日はそんなお話をさせていただきたいと思います。パースポットに行くとなぜ人生が変わるのか、それはいろんな意味があります。まずそこの土地のエネルギーを受け取ることができる。その土地にはそこに住んでいる神様がいます。土地を守ってくれている神様がいるんですよね。で、その土地の神様のエネルギーをいただくっていうことができます。それは例えば海だったり山だったり川だったり、やっぱり自然の多いところなんですよね。そしてさっきも言いました神社ね、その土地の人たちを守ってくれる、それが神社です。そして相性の合う神社、相性の合わない神社っていうのもあるんですよ。例えば私は本当に福岡なので、福岡の住吉神社によく参拝させていただいてます。もちろんね、他にもたくさん素敵な神社はあるんですけれども、なんていうのかな、自分のマイスポット、マイパースポットっていうのを皆さんそれぞれ持ってるんですけれども、そこに行ったらなんだか落ち着くとか、本当になんか自分を顧みることができるとか、そういう神社がやっぱりあなたにとってのパースポットになるんですね。なので私はね、本当に住吉神社に行くとなんだかこうすごくなんか家に帰ってきたような、そんななんか温かい気持ちになります。で、今までにやっぱり辛いこと、悲しいこと、なんかうまくいかなかった時も住吉神社に参らせていただいてました。ね、そこでね、本当に私はね、いつも何かをお願いするっていうんじゃなくて、なんかな、こう今までの自分を反省したりだとか、これから私頑張るので力貸してくださいとか、そういうことを神様に宣言しに行っていました。そういうね、マイ神社っていうのが、自分のパースポットになります。あとは例えばそうですね、土地のエネルギーって言ったので、やっぱ自分が変わりたい時、自分の人生変えたい時っていうのは、行ったことないとこに行くってすごく大事なんですよ。で、できるだけ遠いところがおすすめです。だからね、ぜひね、飛行機で行くっていうの本当大事。私あんまり昔はそんな、大昔はね、そんなに旅行行ってなかったんですけれども、本当になんかたくさんいろんなとこ、バリ島、ハワイ、それからベトナム、そしてシンガポール、それからやっぱ大きかったのはインドですかね。もうそこに行って本当に価値観がガラガラガラって変わって、そして本当になんかそこのなんかエネルギーを受け取って、メッセージもたくさん受け取らせていただいたんですね。そこから本当にスピリチュアルなパワーが本当に大きく変わっていきました。なんかそれまでね、なんかやってはいるし結果も出てるんだけど、なんかちょっと自分に自信がなかったりだとか、これでいいのかななんて思ってたのが本当にぶち壊されました。なのでね、インドっていう国は私の本当にパースポットなんだなって思います。でもね、本当にすごくね、なんかね、意識はね、変わりましたよ。そしてまあ例えば日本で言うと、よくね、壱岐に行かせていただいています。壱岐っていうのは長崎県なんですけれども、福岡からだとフェリーでだいたい1時間ぐらいで行ける。そして、神社本庁に登録されてる神社が、100以上もあるって言われてる、すっごいパワースポットです。
でその中でね、あの御嶽神社、御嶽神社っていうのはもう本当におすすめですし、それから、エネルギーをいただきたかったりとか、そしてその変わりたいっていう思いがあったりとか、まあ、例えば経営者の人だったら業績アップ、金アップなんていうことには、龍田神社、龍光神社なども本当におすすめです。で、パワースポットに行くとね、本当に不思議なことがあって、例えばなんか、90%、降水確率が 90% でも雨が降らなかったりだとか、そして本当になんか行く先々での出会いがあったりだとか、もう本当にこれは行かないとわからないのかもしれないんですけど、そういうね、経験をたくさんさせていただきます。人生はね、本当に経験なんですよ。どれだけ素敵な経験するか、どれだけ自分の魂が喜ぶか、そこで人生って変わっていくんですね。で、今までは本当に少人数の方にしかこういうことをお伝えしてなかったんですけれども、今後はね、こういうパワースポット巡りなんかを皆さんとね、分かち合って、みんなでね、自分だけじゃなくてみんなで幸せにね、次元上昇、アセンション、もっともっと上がっていきたいなって思っています。またね、パワースポットからの情報やエネルギーもまた送っていきますので、お楽しみにしてください。もしよかったらチャンネル登録お願いします。